God's Princess Project Mark Check 1-2。 それでは神姫攻略を始めていきたいと思います。今回はね、初心者用にですね、アクセの護送をやっていきたいと思っているんですが、まずアクセの護送の概要をちょっとウィキで見ていきましょうかね。アクセ、これか。の光ですね。こんな感じで 1,2,3 とステージ3つに分かれています。第一ステージは一番上のアルミラージ、とにかく好き、これが一番ダメージ2200できついと。あと三つ目のザントマンがね、あれ状態異常ぶち込んでくるんで、これを引きずると次のステージのユニコーンで状態異常のキャラに大ダメージと、1,5,10,15ターン目と、まあ、これをできれば防御したいというところなんで、あと最後のアンドロマリウスルメン、こいつね8万ダメージくるんですよね。これが痛いという感じですね。一番上のやつから倒していくと、これとこれかな。アルミラージア最優先で、次に、まあ状態異常がクリアできるのならアルミラージサティロスって感じでいけばいいと思いますね。で編成ですね。問題のまあこんな感じで編成してみました。まあやっぱりね、駒が少ないと思うんですよね。どうしても。に加えて、まあ英霊もさすがにSを使えればね、いいんですけども、まあ英霊を据えてやっていくしかないと思うんですよね。このレベルぐらいでしたら。で、アビリティですね。こんな感じで、あとセイントブレス、これがね非常に使えるんでね、重ね掛けできるんでね、おすすめですね。でこれのねセイントブレスと非常にまあシナジーが高いのがこのケルヌンノスですね。こやつも同じように、どれだっけ、これだな、スケルトンファストです。これも重ね掛けできるんで、さっきのやつとね組み合わせていけばどんどん効果が重なって、1回につき 4% だったような気がするんですけど、ちょっと記憶があやふやですが、あと普通にねダメージカット 30% なるんで、できればちょっとこの2つをねなんとか用意してもらわないとクリア難しいと思います。このケルヌンノスはちゃんとピックアップっていうか、闇の時に、ね、ガチャで引けると思うんでね、 SR だったらまだSSR 引くよりね結構確率高めに引けると思うんでね、まあガチャをチェックしてもらってで貯めて、その時にこいつが来た時にぶっ破して、なんとかこいつだけは手に入れてくださいという感じです。あと回復薬にね、ブエルちゃんと、お気に入りのキャラですが、こやつで、ボトルを使えるし、回復もできると。で、重要なのはこの状態異常を直すっていうね、本当に SSR 並みの性能を持っている SR キャラですね。で、本当にちょっといてほしいのがこのメティスなんですがね、これね、防御が、おっと、違う。こっち。60% カットできるんですよ。
まあ、バーストゲージ50消費するんですけどね、このこっちのアビリティでね、バースト100溜まるんで、攻撃ダウンもできるしね、非常に有能キャラですね。こいつがいると非常にもうほぼクリア確実にできるっていう感じなんですが、あとエレシキガルか、これも昔よく使ってましたね。回復はまあできるし、回復と攻撃が一気にできると。で、光後続性耐性アップ、まあ防御もできるというね、優れもんですね。何パーだったかな、 20% か 10% か確か。でサブに、まあサブはあんまりね、かなり今適当でやってしまいました。もう一個ディアオジ、まあかなり適当にサブは選んでます。アクセはどうだったかな、アクセ、サブつけてないな、で、ウェポンが、まあこれ専用武器で、これがあると確か、そうそう、神の声、ん？神の声だな、普通確か、ジャンヌは、これでね、詳細、これだな、40% カットなんですけど、専用武器だと 20% プラスして 60% カットになるんでね、確か。で、これをちょっと使ってほしいところです。あとは、これね、武器、まあ、なんだっけ、エピッククエとか、そんなんでもらえるようなやつを選んだつもりですけどね。まあ、はっきり言って適当に選んでます。できるだけやっぱり体力が少ないと思うんでね、このディフェンダー系をまあたくさん用意したいところですね。まあ攻撃力が多少なくても体力さえあればね、長時間攻撃でまあ倒せなくないんでっていう感じでやってます。あとは最後に幻獣ね、これピュトーンさんがいるといいんですけど、これ闇属性ね、 15% 防御してくれるんでね、もしこいつがいなければもう一人闇でね、アンフェスバナナだったかな、この子ですね、アンフェスバイナか、これが10%、アップなんだよね、防御。まあ、こいつを使うのも、ありですね。こっちの方はなんか、まだ手に入りやすかったような。ピュトーンはイベントが来ないとね、手に入らないんでね、こいつもどうやって手に入れたかあんま覚えてないんだけど。あとは、ドラグーンですね。これ SR の闇ドラグーンが2つの、もしちょっと手に入れば、なんだっけ、ショップの、オーブ交換だな。オーブ交換でね、1万現状部貯めれば手に入るんでね。なんとか貯めてもろて、まあちょっと今回は入らないっていう手で一応まあ入れてはありますけども、できるだけ使わない方針でやっていきたいと思います。あとまあこれはまあこの毒っちが闇だったかな、腐敗か、入ればいいなっていう感じと、もう一個毒かなですね。この2つは適当です正直。他になんかね、
いいキャラがいれば、まあ、使ってくださいっていう感じですね。他にね、何がいいんかな。このバーストアップのこいつがいればね、まあ、こいつ入れるんですけどね。まあ、多分、みんな持ってないと。この二つだったらまだ、なんだっけ。降臨戦とエピッククエで確か手に入るはずなんでね。入れてみました。まあ、そんな感じで、やっていきたいと、思います。五層を光と、かな。よし。で、いきますが、なんだっけ。そうそう、幻獣借りるのね。アヌビスさんを絶対の借りてください。こいつがないとね、弾が消せないんでね。どうしても一発だけね、弾を消してほしい場面がね、来るんですよね。レイジングした後にね。こんな感じなんで、これを借りて、いきます。よし、では、スタートしました。まずは、この、重ね掛けで、こいつも。できるだけターンを稼いでやっていければ、重ね書きをたくさんねやっていければと。あとボトルも回収ですね。でこの2200くるこいつを最初に倒しますと。まあ大丈夫か。何を食らう。攻撃キキダウンか。で3ターン過ぎてまた使えるようになったんで、どんどん重ねかけた。これで4つで重ねてますと。で攻撃来るんで防御します。優しいですね。ここはまだブエルのやつで解除はしないと。この幻惑はこいつを一発かまして体力を回復。また重ね掛け。ここはこっちの方で 30% かな。この 30% ですけどね、このバーストゲージが30だったかな、20かな、20ないと使えないんで、これだけちょっと気をつけてくださいね。まあミティスがもしいれば、全く問題なく解決なんですけどね。まだ回復はいいか。できるだけちょっとターンを稼いでおきたいんで。かけまくります。と、ボトルボトルが2個か。で、ここで幻獣が使えるようになりましたと。
で、もうこっから使えるんならね、ドラグーンカット戦法でいけるんで、こいつでまず3ターン使ってと。はい、倒しました。で、ここですね、一発目に確か消えてますねちゃんと効果、状態異常になると確か食らうはずなので、1、5、10だったかな、1、5、10、15ターン目だけちょっと注意してやっていきましょう。この重ね書きを忘れなく。で、12まで上がりました。あとは回復はまだいいかな。軽く流していきます。回復じゃない、体力が少なかったらこれでいじめでじわじわ回復するのもありですね。一応ブエルの回復は状態異常対策もあるんで取っておいて、こいつ食らったんだったかな、状態異常、バーストってか、これの時にバーストの時に食らった気もします。で、攻撃力を下げると。アンデ3ターン使って、これが幻獣が終わったので、次のこやつを使います。他は OK。 で、たまったんで攻撃きますので、防御キャスト、これで状態異常が来るのかな。開きましたね。で、これで回復して、なおかつ状態異常を消してと。消えないな、1個これは1個消えたんで、よしとして。で、ずれちゃうんですよね、これが消えないと。まあ、耐えるしかないと。で、3ターン過ぎたんで、で、本当だったら、ね、これがもしあるんだったらここで使って2ターン耐えると。そうするとまたこれが使えるようになるんで、ずっとカットを受けた状態でいけるという感じですね。まあ、一応ない場合が多いと思うんで、ここは使いません。回復もいいかな。何ターン目だっけ、7か、7ターン、次8ターンで、あ、こいつが使えるんで、一応防御と、もう使って
個足らないので、これ状態異常いるな。一応回復しときますね。うん、消えたと。体力少ないんで、リジネを使います。こいつ何だったかな？防壁か。うん、防壁も使えるんですよね、一応ね。毒を、かましてと。こんな感じで、バーストを使わずにね、ターン数を稼いで、敵を倒して、いきます。19まで来ました。だいぶね、硬くなってきたはず。これまた使いますね。状態を回以上回復。こいつも使って、だいぶ回復しましたと。まあこれの繰り返しですね。22と。攻撃が来るよ。あ、ちなみにケルヌンノスの場合、体力減ったらこのカバウがあると体力回復しますのでね。ただしカバウだから余計に攻撃食らうんですけど。
で、24と。残り3パーで、うん、できましたと。で、これですね、問題の。これだけ一応回復5あるんで、どうかな、もうちょっと様子見るかな。一応大丈夫とは思うんですけど、一応でもまあ回復しときますね。よし、攻撃ダウンは使いますと。で、ついでに腐敗をつけて、体力を回復。いよいよ運命の瞬間がじわっと近づいてまいりましたと。ここでね、8万くるんで、まあ、これがあれば使うんですけど、一応こっちで、まあ、ミティスがいれば、これとジャンヌ・ダルクの2人でね、OK なはずです。これで 100% いけるはず。どうも。はい、OK ですね。これでね、一応、回せるはずなんですよね。で、25と。そうそう、これの25もあったんでね。こんな感じでローテーションしてって、体力は回復しておくと。で、レイジングと。あ、そう、レイジングしたからもう行っちゃっていいんだな。レイジングしたんで、バースト打ちます。ああ、いやいやいや。危ねえ危ねえ。次にあれが来るんで、ここで打っちゃいけないなと。この、ケルヌンノスの 20% がなくなっちゃうんで、これ打てないと。気ぃつけてくださいね。うん。アブ、アブ。
で、これの、これの、こうと。配置ね、これキャンノス2番目よりあのミリスのところと入れ替えればよかったですね。そうすればここの時点であのバースト打てたんですけども、うん、まあ、そんな感じなんであの後ろの方にやってもいいんですよね。ただあのこれケルンノスアクセで確か防御を高めてあるんで、だから確かあの前にやったんですけど3番目でもよかったですね。うん、ブエルは攻撃食らうとたまに1回確かアビリティで速くなるんでね、そういう意味で3番目に入れたんですけども、でこれで OK かな。はい、0と。で問題はこっからなんですけど、あと4つなんです。4ターンでこっちの方が5ターンなんで一旦間に合わないんですよね、防御が。なんでここでアムビスを使ってチャージターンを1個減少させるんですが、まれにこれね外れるんですよね。まれってかたまに外れるんですよね。あ、入りましたと。これで OK ですわ。で安心して打てますね。うん、OK。あんまり減りませんなぁ。エクシブ機があったらね、もしあるんなら積んどいてもらえるとバーストに威力が上がるので。よしと。あとは繰り返すだけですわ。なんとか早めにね、レイジングをスタンさせたいところです。
回復、3か、1が2、ですが、これが使えないとあかんので使わないと。で、アヌビスで減らせない。そう、これがね、嫌なパターンだなと。この場合は全力で多分何人かここでね死にますね、下手すると。こんなもんかな。卵は入れていいのかどうか。私に任せてね。1枚入れ、次行くか。なんで撃っちゃいますね。何人死ぬかと。体力をいっぱいにしてワンチャン死なないんで。で、回復を。ドラグーンカット戦法でいいんで、残り少ないんで慎重に回復させながら行きます。
倒せましたと。な感じですね。まあ最悪あの魔法石100使って、薬使って復活っていうのも最初の方はありだと思うんで、まあもったいないんでね、あんまりやってほしくないとこなんですが、まあ無事倒せました。で1個 SSR もらえたという感じですね。まあこれで多少は初心者の方に参考になったかと思います。まあなんとか頑張って駒を揃えて倒せるようになるまで頑張っていただけたらなと思います。じゃあそんな感じでお疲れ様でした。さようなら。さようなら。